届けしました。発音が良すぎるみたいですけど大丈夫ですかね。ごめんなさい。あプラですね。まあここ楽祭になっているわけですね。そう楽祭のステージ。フィガロさん主催のアカペラステージということで、まあ、2部始まったばっかなわけですけども、まあ、楽祭すごい楽しくね。めっちゃ楽しいですね。うちらもね、1ヶ月前くらいに楽祭あったんですよ、ね。あったね。大学祭がまあちょうど10月8日からですね。そうですね。ここ来て何が楽しいって。模擬店もたくさんありますけど、何さんあった花がある。そうなんですよ。花がね。なんでこんな話するかっていうと、僕たち理科大っていうのは工学部なんですね。で、男女比が、まあ、まさにこういう感じですね。6対0。それはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ、9対1ぐらいのね。まあ、6人直しちゃうとね、6-0 ぐらいになっちゃう。そう。で、やばいなことなんて分かる。だから、もう僕らここ来て何が楽しいって、模擬店行くじゃないですか。そうですね、たくさん行きましたね、僕ら。模擬店行った時に、こう、フラフラってして、あんなの買ってきてくださいよ。もう、それ、何食べたの？僕食べたのは、そう、いろいろ回った。そう。僕も、なんか4つぐらい回っちゃったんだけど、4つ多いね。そう、バナナチョコ。チョコバナナ。チョコバナナ、まあ、どっちでもいいけどね。とか、あとは、タピオカジュース。タピオカジュース、いちごミルクのタピオカジュース。ありましたね。で、あとは、串カツじゃねえか。串焼きだ。そう、串焼きだ。串焼きちょっと間違えちゃうね、串カツね。名古屋名物ですからね、串カツは。そう。名古屋だっけ？わかんないけど。知らんな、これ。いや、俺静岡出身だから。あんま調べてないんだけど。あともう一個ある、もう一個ある。なんだと思う？いや、わかんない。これ大阪名物なんだけど、たこ焼きね。あ、そう。ただ、普通のたこ焼きじゃないよ、僕食べたの。揚げたこ焼き。揚げてあるだけね。うん。というわけでね、まあ、いろいろ置いてもらったんですけど、皆さん多分、学祭だからね、置いてもいろいろ楽しくもらっていただいて。次の曲行かせていただきたいと思います。さて、次の曲はサカナクションさんの新宝島です。新宝島、よろしくお願いします。Down.
とうございました。ありがとうございました。